だけ不思議な普段のお話。岬と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。召し上がれ。いただきます。ケーキなんて久しぶり。いっぱい。のび太くんどうしたの？歯が痛い。ドタバタ虫歯逃亡記。ちょっとあんしてみて。むむ、やっぱりのび太くん虫歯だよ。え、そんな。早く歯医者さんに行かなきゃ。大丈夫、もう痛くないから。いけません。すぐに行ってらっしゃい。虫歯は放っておくと大変なことになる。大変なことって？歯が全部なくなっちゃうかもね。脅かさないでよ。だからそうなる前に早く直さなきゃ。でもいいから行ってきなさい。はい。ダメダメ、やっぱり怖い。ガリガリされるくらいなら虫歯のままの方がマシだよ。あれ、君はセワシ。おじいちゃん、どうしてこんなところに。あ、いや実は。こんなことしてる場合じゃない。行こうおじいちゃん。行くってどこへ？いいから早く。ちょっと。のび太くんったらどこ行っちゃったんだろう。お兄ちゃん。ドラミ、どうしたんだい突然。セワシさん見なかった？見なかったけど何かあったの？それがね。それじゃあセワシも歯医者さんに？でも22世紀にだって歯医者さんはいるんでしょ？それがこの時代にとっても腕のいい歯医者さんがいるんだって。そこなら絶対痛くないってドラミちゃんが。だけど逃げてきちゃったんだね。急に怖くなっちゃって。僕も同じだよ。え？歯医者さんのあの音を聞いた途端足がすくんじゃって。なんだ、そうだったのか。だいたいドラミちゃんは大げさなんだよ。大した虫歯じゃないのに。悪かったわね。まずい。逃げろ。逃がさないわよ。マジックハンター。おじいちゃん、助けてセワシ。待ってておじいちゃん。コチョコチョ手袋。のび太くん、もう逃げられないぞ。そんな。こちょ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 。ドラミ。今だおじいちゃん。早く。じゃあね。大丈夫ドラミ。ひどいわセワシさんたら。もう何が何でも捕まえてやる。危ないところだった。サンキューセワシ。安心するのは早いよ。あの二人かなりしつこいからね。待って、おじいちゃん。え？
あの二人にちょっと協力してもらおう。ジャイアンとスネ夫に？フリーサイズぬいぐるみカメラ。何それ？ドラミちゃんからこっそり借りてきたんだ。これで写したものなら何でも着られるぬいぐるみになるカメラだよ。そうか、あの二人のぬいぐるみを着ればドラえもんたちに見つからないってわけか。そういうこと。じゃあ撮るよ。さあ早く。うん。いないな。それほど遠くへは行ってないはずなんだけど。あら、どう？おじいちゃん、バッチリ。どっから見てもスネ夫とジャイアンだよ。おーい、ジャイアン！ん？あ、まずい。大丈夫、落ち着いて。こんにちは、たけしさん、スネ夫さん。やあ、ドラミちゃん。久しぶりだね。ねえ、のび太くん知らない？男の子と一緒のはずなんだけど。僕たち知らないよ。ねえ、たけし。あ、いやいやいや、ジャイアン。おおあら、二人ともちょっと声がおかしくない？そう言われてみればいつもと違うような。気のせいだよ。そう、気のせい、気のせい。なんか怪しいな。もういいわ、兄ちゃん。はあ、危なかった。やあ、ドラミちゃん。ん？久しぶりじゃんか。ジャイアン、スネ夫さん。なんだよ、そんなに驚いて。僕たちの顔になんかついてる？だってほら、あれ。え？ん？おお！なんで俺が？ああ、一体どうなってんの？いや、いこら！誰だ、お前？正体見せろ！そっちこそ誰なの？俺は俺様に決まってるだろう。俺だって俺様だよ。僕だって僕さ。何よ、本物はもっと美男子だぞ。ねえ野郎、俺様を名乗るとは許せねえ。そっちこそ。ストップ。みんな落ち着いて。そうよ、暴力反対。ドラえもん、俺たちが本物だからな。騙されちゃダメだ、本物は俺たちなんだから。じゃあ口の中を見せて。え？どうして？偽物には虫歯があるはずだからね。やっぱり偽物は君たちだ。しまった。待てー、待ちなさい。絶対捕まえてやる。どうしよう、せわし。どこかに隠れるしかない。隠れるってどこに？ごめんね、静香ちゃん、いきなり押しかけちゃって。お邪魔します。いいのよ、気にしないで。これ私が作ったんだけど、よかったら食べて。はい。うわー、美味しそう。どうぞ。ありがとう。いただきます。どうしたの？それがアイスが歯に染みて。痛いよ。ちょっと待ってて。今、痛み止めの薬を持ってきてあげる。もう、これだから言ったのに。早く歯医者さんに連れて行こう。ダメよ、どうせまた逃げられちゃうわ。じゃあどうすれば。任せて、私にいい考えがあるの。静香ちゃん。ん？え？虫歯の治療？うん。ひどくならないうちに連れて行きたいの。わかったわ、そういうことなら協力するわ。もう逃げられないわよ。ねえ、何なの見せたいものって。見てのお楽しみよ。ここよ。あれ、こんなところに部屋なんてあった？このドアどっかで見たような。今よ、お兄ちゃん。ここはどこだ？おじいちゃん、あれ？え？まさかここは。そのまさかだよ。ドラえもん。そうか、そのドアは。
私のどこでもドアよ。卑怯じゃないか。何言ってるんだ。散々手を焼かせて。二人とも覚悟はいい？そんなんやだよ。お願いだから見逃してよドラえもん。頼むよドラミちゃん。あー、情けないな。困ったわね。あのお兄ちゃんたち泣いてるよ。きっと歯医者さんが怖いんだ。私たちより大きいのに恥ずかしい。よし、いい加減覚悟を決めよう。うん、そうだね。いや、実は僕は歯医者さんがサンドのご飯より好きなんだ。いや、僕なんか好きすぎて将来は歯医者さんになろうかと思って。なんなのあれ。さすがに小さい子たちには負けられないと思ったのさ。なるほど。これで一件落着。うん、虫歯は早く治さないとね。ドラゴンじゃんけん、 Dボタン押して参加してね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お子様ハンググライダー。ハンググライダー、エンジンや電力のいらない翼一つで浮いて操縦する乗り物さ。風の力だけで飛ぶなんてかっこいいだろ。いい風に乗るとスピードは時速100キロ近くも出るんだって。うわー、かっこいい。うまく上昇気流に乗ることが大事なんだ。まるで鳥になったみたいね。飛ぶ距離もすごいんだよ。トップレベルになると東京から大阪くらいを飛び続けちゃうんだから、ワクワクしちゃうでしょ。とっても楽しそう。そりゃ楽しいさ。いいな、僕もやってみたい。無理無理、ハンググライダーは難しいんだぞ。お金だってかかるし、のび太なんかにできっこないよ。スネ夫だって乗ったことないんだろ。僕は今度スネ吉兄さんに教えてもらうって約束したんだ。まったく。でもスネ夫のことだからハンググライダーを始めたら散々自慢するだろうな。悔しい悔しい。やだ、まあ、なんとかスネ夫より先にハンググライダーで飛びたいんだ。やれやれ。お子様ハンググライダー、これは小さな子供用の安全な乗り物だよ。こんなちっちゃい翼で飛べるの？この翼こそが22世紀の航空力学の技術なんだ。最小の翼面積で最大の揚力。翼面積？うーん、翼の大きさのこと。それで最大の揚力を得るという。揚力？高く上がる力だよ。ああ、まあ、こんなこと言ってもわからないか。早速飛んでみよう。本当に飛べるの？大丈夫。こうしてしっかりとお子様ハンググライダーをつけて、いくよ。テイク。あわあ、飛んだ。本当に飛んだ。このレバーで操縦して上昇気流を探すんだ。やらせて。いい。よし、これでスネ夫を羨ましがらせてやる。さらけ。やっぱり怖い。もっと低いところで練習したい。はいはい。お、やあ、しずかちゃん。あら、のび太さん。ハンググライダーに乗るんだ。一緒においでよ。本当に？そうだ、スネ夫も誘って見せびらかそう。ちゃんと乗れるようになってからにしなよ。それもそっか。よし、ここなら怖くない。そこから駆け下りれば少しは浮かぶはずだよ。上昇
て上向きの流れを作り出せるんだ。よーし。のび太さん頑張って。こっちだよ。いてて。でもちょっとは飛べたぞ。本当に飛べるのね。しずかちゃんにも貸してあげる。できるかしら。僕が教えてあげるよ。頑張って。そう、マットを目指して。こっち、こっちだよ。ダメだよ、しっかり練習しなきゃ。よし、やるぞ。よし、行くぞ。右、もっと右。あ、のび太さん左よ。もう少しよ。頑張れ。うわ、腰のひねりでバランスを取るのよ。スピードは体の傾け方で調整するんだ。なるほど。わーい、ビルなんかよりずっと高いぞ。このままどこまでも飛べちゃいそうだ。よかったね。翼が生えたみたいで楽しいわ。イエーイ、楽しい。よし、僕だって。気をつけてよね。見て見て、だいぶ慣れてきたよ。慣れてくると自然の上昇気流を利用してどこでも自由に飛び回れるよ。ほら、乗ったぞ。ほんとね。これでぐんぐん登っていく。雲まで届いちゃった。二人ともすごい。よし、僕も。あれ、僕だけぐんぐん降りていく。ん？あ、スネ夫。おーい、スネ夫。羨ましいだろう。スネ夫ってば。おーい。痛い。おー、のび太、何やってんの？ハンググライダーに乗ってたんだよ。羨ましいだろう。嘘ばっかり。そんな小さなおもちゃで飛べるもんか。飛べるぞ。ハンググライダーの翼は大きくてかっこいいんだぞ。まったく何も知らないんだから。もういっぺん飛んでみせるから、そこで待ってろ。いちいち大変だな。行くぞ。そうだ、スネ夫、見ろ見ろ。あれ、いない。しょうがないな、早く見てくれないと困るのに。あ、危なかった。洗濯物が飛んでるや。助かった。誰だ。
らせるんだ。いた、スネオだ。見ろ見ろ、ほーら、羨ましいだろ。おい、ほら、羨ましいだろ。のび太、こっちこっち、どうだスネオ、羨ましいだろ。何が羨ましいって？まだか、お前たちはいつもいつも何遍やったら気が済むんだ。今日という今日は許さんぞ。ねえ、何が羨ましいの？空で遊ぼう。しずかちゃんは空でどんな遊びがしたい？私は虹が好きだから七色じゃない虹を見てみたいわ。虹の色は決まってると思うけど。でも違う色があったら素敵じゃない？そうだね、教えて雲先生。虹といえばカラフルなイメージがあるよね。では七色じゃない虹はあるかないか。答えはある。本当に？ぜひ見てみたいわ。それではどうぞ。赤い虹だわ。これは赤虹と呼ばれていて、日の出直後や日の入り直前に見られる虹だよ。そしてこれは白虹。さらに横に伸びる水平虹なんて形もあるよ。虹っていろいろあるのね。もっと詳しく知りたい人はこちらのホームページへ。みんなも空を楽しみましょう。公開まであと3週、お楽しみに。なれば寝ながら掃除だってできるんだ。楽ちん楽ちん。野球とドッジボールを一緒に。土曜午後5時ドラガオじゃんけんスタート。ドラガオじゃんけんじゃんけん、ドラガオじゃんけんじゃんけん、ほっぺをアッププーグーの顔、グーお口をチュチュッとチョキの顔、チョキお顔がわっはっはっはっぱの顔、バー。ドラガオじゃんけん、無料見逃し配信はアベマ TVer で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。